皆さんこんにちは。Do It Yourself Inspiration へようこそ。このビデオでは皆さんにルームバンドで作る小さなお花をご紹介します。必要なゴムの数は全部で16本です。15本が周り、1本が中央に来ます。ルームボードとかぎ針も用意してください。それでは始めましょう。ルームボードの向きは矢印が自分の方向と反対に向くようにします。中央一番下のピンから始めます。ゴムは2本同時にかけてください。右に向かってかけます。上に向かってかけます。それでは真ん中のピン3番目にかけます。中央一番下のピンから左の一番下のピンに向かってかけます。上に向かってかけます。中央にかけます。これが基本的な花の形です。中央3番目のピンに1本のゴムを三重にしてかけてください。まずはゴムを下にずらします。三重にしたゴムが全体を固定することになります。3回目はかぎ針を使うといいと思います。これで三重に巻きました。それでは花の中央に来る色、ピンクをかぎ針にかけます。3回かぎ針に巻いてください。そうすると4重になります。赤のゴム1本をかぎ針の先端にかけて、その中にピンクのゴムを通します。それではルームボードにかけます。左側の下から2番目のピンから右側の一番下のピンに斜めにかけてください。このように斜めにしています。反対に斜めにかけても構いません。それではゴムを持ち上げていきます。三重にしたゴムをかけたピンから始めます。三重のゴムの下の二重のゴムを左にかけます。一番下のゴム2本を持ち上げて下にかけます。こちらも同じです。一番初めのピンにかけ直します。反対側の列も同じです。斜めにかけたゴムはそのままにしておいてください。無視して構いません。一番最後の赤のゴムを手に取ります。中央一番下のピンにかぎ針を通して、先端に手に取った赤のゴムをかけて、あとは結んでください。それではルームボードからゴムを外していきます。形を引っ張って整えてください。一番上にはキーホルダーのようなストラップがついています。いかがでしたでしょうか？今回のアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんのご意見、ご感想、新しいアイデアもお待ちしております。ぜひ下のコメント欄へお書きください。それではまた次回。